ダールノキ・ミクローシュ・ベーラは、ハンガリーの軍人、政治家。最終階級は大将。ドイツの従軍記者からの取材を受けるダールノキ1890年に、ダールノキ・ミクローシュ・グレゴリーの息子として、ブダペストに生まれる。1907年にショプロンのコーシェグ士官学校を卒業し、1910年にルドビカ士官学校を卒業し、中尉として第一次世界大戦に従軍。 戦後ハンガリー軍に入隊し、ショプロンの部隊に配属される。1920年に陸軍大学参謀育成コースを受講し、1921年からは国防省に配属される。1929年、ナイトの称号を授与され、1932年までホルテミクローシュの次席副官権接政官房、副長官。 1932年から1933年まで参謀本部軍事情報部長、1933年から1936年まで中ベルリン駐在部官を務めた。1936年から第7不評連隊、1938年から第1騎兵連隊、同年第2騎兵旅団を指揮した。1940年10月、 創設されたばかりであったハンガリー軍唯一の機動軍団の長となり、ユーゴスラビアで戦い、軍内で大きな人気を得た。1941年6月、ダールの木の軍団は、ソンバトヘイフェレンツのカルパチア集団の主力を構成した。軍団の編成下には、ニコ機械化、旅団、ニコ機兵旅団、ニコ独立自転車大隊が存在した。同年11月末、 軍団はハンガリーに帰国し、ダールの木は中将に昇進した。同年12月4日、騎士鉄十字勲章を授与された。1942年2月から10月まで、第9軍団長を務め、同年に、ホルティの副官権官房長官に就任、1943年に大将に昇進した。1944年8月、第1軍司令官に任命され、 東部戦線に投入された。ドニエストル及びセルトガ市で防御戦を行い、9月からカルパチア北東部で防御についた。ダールの木1944年10月15日、パンツァーファウスト作戦によって、ホルティミクローシュが失脚すると、ダールの木は第2軍司令官、ベレスラヨシュと共に戦闘を停止しようと試みたが、失敗している。サーラシフェレンツヒキールや十字島の 国民統一政府が樹立されると、ソ連側に願いろうとするが、第一軍を直接支配していたドイツ国防軍のゴッドハルト・ハインリツはこれを指し、ダールの木に出頭を命じた。すぐさまダールの木は、副官と二人の兵士を連れて脱走し、ソ連軍に接触を求めた。ソ連軍は彼を、司令部のあるポーランド南部のレスコにかくまった。翌日17日朝、 デスコを立ったダールの木は、ラジオにて第一軍の将兵に対し、ソ連への投降と半数軸の対立に加わるよう呼びかけた。多くの将兵が彼に従おうとしたが、ドイツ軍はダールの木側に就こうとした一人の連隊長を処刑した。これにより、ハンガリー将兵が転校する可能性は薄くなってしまった。数日後、ソ連軍の諜報員はダールの木に、 反政府組織の設立を持ちかけた。12月21日にデブレゼンで暫定国民議会が開催され、ハンガリー共産党、独立省農業者党、国家農民党、社会民主党、民主党からなる230議席の議会が成立した。翌22日にハンガリー臨時国民政府を樹立し、ダールの木が首相に選出され、臨時国民政府は、 ソビート連邦に承認された。ダールのキワや十字党政権を呼び、ドイツ軍への協力者の逮捕、ソ連への引き渡し、財産没収を行い、1945年1月25日に人民裁判所を設置し、数十万人のハンガリー人が迫害を受けた。また、同年夏にはマリア・テレジア軍事勲章を廃止した。しかし、臨時国民政府は、 ソ連の傀儡政権に過ぎなかったため、ハンガリー全土がソ連軍に占領され、略奪行為や暴力行為が行われたことに対しては抗議できずにいた。11月4日に退陣し、ティルディゾルターンと交代した。ダールの木の墓戦後、1947年のハンガリー議会選挙に先駆けて、ハンガリー独立党に加入し、 代表者となったが、共産主義者たちによって失脚させられ、家族も迫害を受けるようになる。1948年11月21日に、ブダペストで死去するが、葬儀では軍人としての待遇はされなかった。ダールの木の死後、彼の息子は1956年にニュージーランドに移住した。ありがとうございます。